Thank you.
Thank you.
So I know some words. Thank you.
Thank you.
マカオを出国しました、ですね、今正面に見えているのが、出国審査場とかが入った建物です。で今はマカオなので、左側通行ですが、今から橋を渡るんですが、ここで右側通行に変わります。今変わりました。今向こう側にオーバークロスしたやつありますよね。あれがマカオに行く方で、右側通行から左側通行に変わります。でここが橋の入り口のボーダーなんですけども、もうここですでに、右側通行に変わってます。どちらかというと香港から来る方の道路がオーバークロスして右側から左側通行に変わるという形態をマカオ側では取っているようです。で橋の上は中国と同じというか中国に合わせて、右側通行もうここですでに右側通行に変わってます。向こう側に見える橋はですね、多分中海の方に行く橋だと思います。ここでマカオ行きと中海行きが分かれますので、中海行きはそのまま中国国内に入っていく感じになります。ですので入出国手続きをする場所は3カ所、橋の、両端で香港とマカオと中海の3カ所で、入出国手続きが行われるということになります。まあ、ただ香港から行く場合は、バスはマカオか中海かどっちか行きしかありませんので、もちろん2回なんですけども、3回、1回の移動で3回入出国することはありません。ただマカオからね、中海に行こうと思えば行けるんですよね。シャトルバスで先ほどの、ボーダーまで行って出国手続きをして中海行きのバスに乗れば、行けるっちゃ行けるんですね。という感じで、今橋に入ってます。この橋が55キロありまして、吊り橋とかそういうのじゃなくて、海上に必要ケーソンを打ち込んで、ケーソンというか土台を打ち込んでずっと55キロにわたってかけた橋で、もちろん長さとしては世界一です。ただ吊り橋とかそういうことではありませんので、例えば明石海峡橋とか瀬戸橋とか、ああいう形 の世界一の吊り橋ということではありません。ただ橋としては世界一です。これを渡るのに、約30分ほどかかります。入出国手続きに約20分、全員乗客が終わるまで待っておかないといけませんので、両側で20分、ごめんなさい、片方で約20分、両側で約40分、あと香港側でこのバスに乗ると中心部まで行くのに、そこから約、まあ、
30分から40分、マカオ側も30分ぐらいかかるとすれば全部の工程で2時間半、香港の中心地からバスに乗って香港の出国をしてマカオで入国をして、でマカオのホテルで降りるまでに大体、2時間半ぐらいの旅ということになります。まあ、だいぶ暗くなってきましたので、もう多分カメラのレンズも多分無理だと思いますので、この辺で終わりますけども、今日は1日かけてマカオに、香港からマカオに足を伸ばしてみました。そんな感じです。今日もご覧いただきましてありがとうございました。